はい、皆さんこんにちは。私はファシリテーターを務めさせていただきます京都大学薬学部の滝川と申します。よろしくお願いします。このケムステバーチャルシンポジウム5月に始まりましたけれども、現在7回目を迎えております。まず最初にケムステのご紹介から、もうご紹介するまでもないんですけれども、ご紹介からさせていただきます。このシンポジウムは主催はケムステーションです。ケムステーションも皆さんご存知かと思いますけれども、今年20周年を迎えております。もう日本最大の科学ウェブサイトとして知られております。で、公開ページ数も8400ページ、スタッフ数130名、スポンサー30社以上ということで、国際版中国版も展開する、文字通りで最大、まあ、日本最大だけではなく世界の科学ウェブサイトとして親しまれているわけです。皆さんケムステという愛称でご存知かと思います。今回7回目のシンポジウムということで世話させていただくのが4名いまして、私の他に3名のモデレーターがおります。先に3名のモデレーターのご紹介をさせていただきたいと思いますので、モデレーターの皆さん、カメラをオンにしていただいてもよろしいでしょうか。一人ずつお声掛けしますので、一言言葉をもらえればと思います。まずはじめに東北大学の茂野先生、よろしくお願いします。東北大の茂野です。はい、続きまして千葉大学の中島先生。千葉大学の中島です。よろしくお願いします。そして3人目は海外からですけれども、カリフォルニア大学サンフランシスコ校から高橋さん。はい、ヤンフェイプル研でポスドクをしている高橋です。よろしくお願いします。以上の3名と、私滝川の4名で、今回のシンポジウムの運営をさせていただきます。次に今回の、バーチャルシンポジウムの趣旨説明をさせていただきたいんですけれども、まず私のこのバーチャル背景を見ていただいてもよろしいでしょうか。ここは、京都国際会館のアネックスホールという会場なんですけれども、実はこの会場で今年3月に行われるはずだったあるシンポジウムが今回のバーチャルシンポジウムのきっかけになっております。有機合成科学の若い力シンポジウムというシンポジウムです。このシンポジウムは日本薬学会の第121年会、20年前から続く、企画シンポジウムです。その特徴といいますか売りですけれども、学部や産学の垣根のない有機合成科学を基盤に活躍する若い研究者の方々にご講演いただけるというのが最大の魅力となっております。で、今年3月第140回の年会だったわけですけれども、これは京都で行われる予定でした。このシンポジウムもこの年会の中で開催されるはずだったんですけれども、皆さんご存知の通り今も猛威を振るっております新型コロナの影響で開催することができませんでした。世話人として私と茂野先生と中島先生の3名が計画をしていたわけですけれども、非常に落胆しました。なんとかやり直すことができないかということと、もう一つ大事なこととして、この素晴らしいシンポジウムをより多くの人に知ってもらうことができないかということで、今回オンラインとしてこのシンポジウムをやってみようという話になったということです。というわけで、第7回のケムステバーチャルシンポジウムの趣旨ですけれども、日本薬学会年会のシンポジウムということで、有機合成科学の若い力のオンラインバージョンとしてお送りさせていただきます。新進系の若手研究者4名によるご講演を計画しております。コンパスを通じて参加者を募集させていただいたわけですけれども、合計996名、あともう少しで 1000名というところまでたくさんの方々からご応募いただきました。このシンポジウムですけれども、共催としてケムステバーチャルシンポジウムでは初めて日本薬学会と一緒に企画させていただいております。また協賛企業としましては、前回と同様、東京化成工業株式会社様、メルク株式会社様、そして
島津製作所様のご支援を受けて開催させていただいております。では早速今日の講演者の紹介をさせていただきます。お一人ずつお声掛けしますので一言いただければと思います。まずはじめに東京大学の神谷先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きまして神戸大学の松原先生、よろしくお願いします。はい、松原です。今日はよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。続きまして日本ソーダ株式会社より柴山先生、よろしくお願いします。はい、日本ソーダ株式会社の柴山と申します。今日はよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。最後に慶応義塾大学の高橋先生、よろしくお願いします。はい、慶応義塾大学の高橋です。今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは聴講にあたってのお願いと注意事項を簡単に説明させていただきます。このバーチャルシンポジウムですけれども、 Zoom ベースの YouTube ライブ配信で行っております。講演者のご発表と配信には5秒程度の遅延がありますのでご理解ください。また質問や感想は YouTube のチャットにいつでも書き込んでください。その書き込んでいただいた質問をファシリテーター、モデレーターがピックアップしまして、皆様に代わってご講演者に質問させていただきます。著作権などの関係もありますので、録画配信はお断りさせていただきますのでよろしくお願いします。試行錯誤中のイベントですので行き届かないところがあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。